それでは日本の女性研究者の現状と課題ということで少しお話をさせていただきたいと存じます。まず日本の女性研究者が活躍したいというようなその基本的なまずベースとなる法律がですね、平成11年に男女共同参画社会基本法として成立いたしまして、その後にいくつか男女共同参画基本計画、平成17年、それから平成18年から22年にかけて科学技術基本計画というものがおられまして、そこでですね、女性の活躍促進というものが謳われました。第3期科学技術基本計画の女性活躍促進に関するポイントでございますが、競争的資金の需給において出産育児を伴う研究の中断や期間延長など女性研究者に配慮した措置の拡大を行う、それから環境整備、女性に対する意識改革などのモデルとなるような大学の取り組みを支援する、大学などにおいて女性研究者の積極的採用登用を促進する、そして女子の科学技術分野への興味喚起に資する取り組みの強化、ロールモデルを提供するというようなそういったことが盛り込まれております。で、中でも大きな目標は自然科学全体で採用目標 25%、 女性の科学者技術者を 25% くらいに引き上げたいというようなことを期待されている計画でございます。で、本年昨年ごめんなさい平成20年の7月21日に OECD 経済協力開発機構というこれ機構がございます。皆さんご存知と思いますが、その中で日本ノートというものが発表されました。で、そこにその日本の経済的なことがいろいろ書かれているわけですけれども、中で特別に書かれてしまったことが、日本では25歳から54歳の女性の就業率が 67.4% で男性の 93.0% に比べて格差が大きい、しかしながら大学などの高等教育を受けた女性は 42.5% で OECD の加盟国平均の 28.5% を大きく上回っている。で、 OECD に書かれた言葉のそのままの翻訳でございますが、日本女性は男性と同等の高い教育を受けているにもかかわらず就業率が極めて低く学歴の高い人材の浪費であると書かれてしまいました。今日はそのナイスステップということで10組の講演 の方をお選びいただいて、その中に3名女性もお選びいただいてありがたく存じますが、その中の3名も先ほどの三浦先生はドイツに長くいました、私の後でお話しされる原井先生はアメリカで高等教育を受けられた、私もフランスで大学にも出まして学位を取った、そういうふうにちょっと日本から出て避難しないと、外国に避難しないと研究者として日本ではできないというのはどういうことでしょうかということでございますね。中央国における研究者の推移、これ日本はこの赤いやつでこれ82万人、これトップがアメリカです。アメリカはだいたい日本の倍くらいの人口ですから、だいたい人口比比べますとちょっと日本は多いわけですね。下の方を張ってるのはヨーロッパですね。ヨーロッパはもう今研究者数が頭打ちです。ですからこれだけたくさん研究者がいるわけですが、日本の女性研究者は大変少ないですね。理学、工学、これはちょっとお手元の資料よりはちょっと新しい資料に差し替えてありますけど、理学は例えば教授は4% が女性、工学系は 1.5% の教授、下っ端を見れましても、せいぜい3割、工学、理学は3割、工学では 15% 程度ということで、これはちょっと人口では半分でございますから、これはなんともならないかなということですね。で、研究者に占める女性割合の国際比較というのが毎年行われてまして、これが日本が先進国中、前は韓国がビリだったんですけど、ついに抜かれまして、
先進国中世界で最低 13%、 これは文献も理系も全部入れてですね、韓国は 13.2%、 これは去年よりは日本は少し良くなりました。日本は 12.4% が 13% になりました。これはあの政府のいろいろなご支援の賜物とは思いますけれども、それでもこれはちょっと何なんでしょうね。日本がいつもビリというのは納得したいと思うんですけど、なぜかでしょうか。女子の大学生総数は大体男女が同数でございます。それから高校から短大大学に進学する、進学率は女子の方が今上回っております。男子より多いですね。で大学院生数ですけれども、理学系、まあ、サイエンス系にですと女子の、まあ、あのドクターですと 17.4%、 意外と多いという感じだと思いますね。教授になるのに 4%、 一体 どこでどういうふうにドロップするのかと思うんですけど、ドクターまで行って、先に行けない。工学系は女子が 13.3%、 これはあの昨年度の、文科省のデータから取ってますけど、工学の女性教授は今 1.5%、 これも随分絞られてますね。で、科学技術系専門職における男女共同参画の実態の大規模調査というものが、男女共同参画学協会連絡会といいます、いろいろな日本のサイエンス系の学会、テクノロジー系の学会、理科系の学会や協会の中の総合組織といいますか、横断型の男女共同参画関連の会が、この協会連絡会というものです。そこで大規模アンケートを行いまして、いろいろな先生方がご尽力されました。でその報告書が昨年の7月に出ておりまして、文科省のホームページなどで見ることができます。で回答者が1万4000件ですけれども、どの学会だと女性の回答率がその学会の女性会員比率よりも大きい、これは不等号なんですね。つまり女性が熱心に回答